蒸気発生装置は蒸気機関車以外の機関車に牽引されて走行する客車にて蒸気暖房を行う際に必要な水蒸気を発生させるための装置で電気機関車を呼びディーゼル機関車に搭載される蒸気暖房使用時の50系客車右側の機関車と客車の間から蒸気が出ている蒸気機関車に連結された旧型客車下のホースが接続された 蒸気間蒸気機関車の場合には、高圧蒸気をホースで客車へ送ることで、蒸気暖房として利用することができる。蒸気暖房を行うにあたり、暖房に必要な水蒸気は、蒸気機関車が発生する水蒸気の一部を減圧、分配して客車まで蒸気管を通して行えば良いため、比較的容易に暖房が実現できる。これに対して、電気機関車やディーゼル機関車ではこの方法は、 不可能である。電気機関車やディーゼル機関車での暖房方法として、電気機関車とは、別途蒸気機関車を連結したり、ボイラーを搭載した暖房車を連結して、蒸気暖房を行ったが、このような暖房専用車両を連結することは、列車編成長や列車重量の増加等が生じ、非効率である。これを解消するため、機関車自体に、 水蒸気を発生する装置を搭載する方法が考え出された。これを蒸気発生装置という。日本においては国鉄 EF56 系電気機関車に蒸気機関車のボイラーを小型化した丸ボイラーが搭載されたのがその発祥である。戦後いわゆる SG が開発され DF50 型などのディーゼル機関車にも蒸気発生装置が搭載されるようになった。一方、 昭和30年代以降は、電気機関車から客車に電力を送り、客車内の電気ヒーターで暖房を行う、電気暖房が、東北地方、中部地方などを中心に、本格採用され、2 0系、1 4系、2 4系など編成中に、冷暖房用ディーゼル発電機を搭載する車両も登場したが、蒸気発生装置も引き続き使用された。しかし、その後は、 客車牽引列車の減少により廃れていった。近年蒸気暖房を行っているのは JR 東日本高崎車両センター所属者、大井川鉄道、毛ー鉄道のみであるが、いずれも蒸気発生装置搭載の電気機関車を呼び、ディーゼル機関車を保有しておらず、蒸気暖房はすべて蒸気機関車からの蒸気供給を受けている。戦後開発の EF58 型からは末期まで、 主流となった寒流ボイラー型の蒸気発生装置となった。これは燃焼室の中にトグロ状の水管を配置したものであり、水を水管の一方から押し込み循環させることなく蒸気に変えることができ、装置内の保有水量が少ないため機動性や負荷、追従性に優れるものである。機関助手の手を煩わせず自動で蒸気を供給することを意図したが、 蒸気量や蒸気温度を安定させるためには、水や蒸気の出入りと熱の供給をバランスさせる高度な制御技術が必要であったため当初は、技術が追いつかず、冷凍機関車との異名ができた。しかし、燃焼機構などを改良した結果安定した運転が可能になり、当初の目的を果たすことができた。なお、SG の燃料としては、電気機関車には燃料費節約のため重油を、 ディーゼル機関車では燃料共通化のため経由を使用した。しかし、蒸気暖房には電気暖房に比べるとシステム上色々と問題があり、などの点が国鉄末期の文献では指摘されている。電気機関車、ディーゼル機関車で蒸気発生装置を搭載している形式を下に記す。すでに形式消滅したものも含む。ただし、 車両によっては搭載されていなかったり、電気暖房方式への改造あるいは、用途消滅により撤去されていたりする車両もある。アメリカ合衆国では、ゼネラルモーターズの機関車部門、エレクトロモーティブディビジョンが1949年から1953年にかけて製造した海7型ディーゼル機関車のバリエーションとして、蒸気発生装置を搭載した FP7 型が製造されている。 また、1971年に発足したアムトラックが、発足以来初めて発注した機関車であるエンド、SDP40 回形ディーゼル機関車が、当時主流だった、蒸気暖房方式の客車に対応するために、蒸気発生装置を備えて落成している。しかし、アメリカでは、その後ヘッドエンドパワーと呼ばれる機関車から、サービス電源を一括供給する方式が、一般的となり、 蒸気発生装置を備えた機関車は数を減らしていった。寺本光つさよなら急行列車2016年、P74 ボイラーからの蒸気圧は、当時の単位で7キログラムフォース、平方センチメートルに減圧されてから各車両に分配された。戦前にも、東海道線の電化区間のみを運用する列車については、電気機関車から、ジャンパ線を介して客車へ、 直流線5 0 0 v を給電し、これを利用して電気暖房を行ったことがある。イベント運転用の旧型客車。SL 牽引の際に蒸気暖房を使用できる、要2011年に引き投資だの再整備を実施、SL 急行に使用する旧型客車 SL もおかように、JR 東日本から譲渡された50系客車、高崎車両センター所属車は、同センターの DL が、 SG 未搭載のため、DL 牽引時もぶら下がりの SL から暖房が供給される。雑誌、鉄道ファン1984年3月号、P19、購入者。ありがとうございます。